たち結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラです。それでは順番に自己紹介をしていきましょう。まずは私から。改めまして皆さんこんにちは、渋谷加納役さゆりんこと伊達さゆりです。よろしくお願いします。さゆりん、さゆりん来た、ありがとう。来たお、はい、続いて、はい、皆さんこんにちは、タンクク役リーちゃんことリーユーです。よろしくお願いします。リーちゃん、皆さんこんにちは、嵐千里役なこちゃん、なこなここと美咲なこです。よろしくお願いします。なこ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 効果音みたいになったのに。スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをよりたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。さて、りーちゃんと私ちょっとニヤニヤしております。さて、更新日の今日は3月9日ですが、はい、昨日おやおや3月8日は何の日だったか分かる人いますか？全然知らない話なんだけど、私何日ですかね。はい、皆さんもちろん分かりますよね。分かりますよね。 YouTube で聞いてくださってる皆さん、コメントの準備はいいですか？いいですか？いきますよ。いきますよ。そうです、3月8日は美咲なこちゃんのお誕生日です。誕生日です。内緒にしてたもんね。はい。おめでとう。写真撮りましょう。見せた方がいいですか？見せて見せて。はい、見せます。おめでとう、はい、めっちゃ写真撮ってます。あ、おめでとう。ありがとうございます。かわいいね。めっちゃハッピーバースデーなこちゃんと書いてる。よかったよかった。みんな好きです。ね、みんな4人知ってましたから。あの、よかった、ありがとうございます。はい、それでは誕生日を迎えたということで、はい、何か意気込みをお願いします。おっと、これも何も知らないぞ。どうぞ。意気込み。そうですね、はい、そうですね。なんか、うん、去年1年はやっぱりこの千里ちゃんを演じるって決まって、うん、怒涛な、もう一瞬で過ぎてったって感じだったので、うん、この1年さらに千里ちゃんだけじゃなくてリエラみんなの魅力を引き出していけるように、うん、私自身もっともっと手を取り合って頑張っていきたいなって思います。おお、よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。いや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 、それでは私たちはちょっと退散します。頑張ってください。ありがとう、ありがとう。ケーキを運んでくれて、また後で。私放送中に一人で食べていい感じ。ちょっとそれは後で。後で、あの冷蔵庫の方にお願いします。じゃあ今じゃあ横に置いとこうかな。はい、お願いしますね。美味しそうだね、いちご乗ってる。ね。多分気づいたら私もぐもぐしてたら、あ、食べてんだなこいつって思ったら。わかりました。進めさせていただきます。ありがとうございます。はい、それでは本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ということで、うん、そしてここで一つ皆さんにお伝えしたいことが、うん、怖い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 怖絶対こうするもんね。やってもよ。クラッカーの香りがする。
何でしょうか。あのちょっとあのリベンジの内容は、はい、来週というかもう今週だね、今週の火曜日に更新されるラジオの方でお聞きいただければと思います。なんでリベンジなのでしょうか、はい、私も知りたいです。もう怒っております。おいおい責任を負ってるんじゃないよ。怒ってるよ、なぎちゃん。ありがとうございます。なぎちゃん全力どころはい、すいません、もう本当にやさこなこ誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。緊張解けた。やばいだね。私もこれやりたいもん。あ、やる？あ、でもそういうこと？やるの？そういう感じ？やりたい。何これ？持ってていい？あ、置いといてもいいかな。ちょっと煙あれじゃない？刺しといてもいいんじゃん。そうだよね、そうだね、ちいちゃんいつも頑張ってるからやるのね、おなご。ちょっと厳しい。今日も綺麗です。今日も綺麗です。可愛いよなこちゃん、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、気になるグッズのラインナップはトートバッグ、ステンレスタンブラー、 B2 タペストリー、アクリルスマホスタンド、トレーディングマグネットパネル、有賀子女子高等学校交渉ピンズとなっています。グッズのデザインや詳細は追ってお知らせさせていただきますので、公式サイト内のリリースイベント特設ページをぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい見たものグッズがあるね。そうね、トートバッグとか、うん、タンブラーとか、うん、私たちも実際にこう普段使える、そう使いたい、お揃いにする、お揃いしたい、お揃いしよう。結構レッスンこれで、お揃いじゃいいんですよ。お揃いち、お揃いち、なんでバレて禁止なの、お揃いち禁止令がちょっと、なんでお揃いちが禁止なのか、この揃いちって何ですか。お揃いちは怒りますよ。後々ちょっとお揃いち、あの今週更新の火曜日更新のラジオでちょっとお話しするので、はい、ぜひ皆さんおそろっちというワードを覚えて帰ってください。理解できると思います。、はい、そして先週かな、うん、3月8日、前回のラジオでですね、うん、あのなこたんにサプライズをしたと思うんですけれども、そう、ね、3月9日のラジオだね。そう、なぎちゃんとペイちゃんをね、ちょっとラジオのところにケーキを持ってきてくださって、はい、そうお祝いしに行きました。ありがとうございました。まあ、あのちょっとね、あの私からちょっと言いたいんですけれども、はい、まあ、私たちあの普段ダンスレッスンとかでよく5人で一緒になるんですけれども、あのなこたんの誕生日が近い時に、あのちょっとね、なこたんにサプライズで、あのダンスレッスンが終わった後に、あのね、ちょっとみんなでクラッカーを隠し持って、うん、なこたんに内緒でね、うん、あの事前にちゃんと打ち合わせみたいなのして、うん、あのなこたんにバーンって思いっきりクラッカーでおめでとうってやるちょっと予定だったんですけれども、うん、まあ、ちょっとね、ちょっと事件が起きまして、うまくいったよね。ちょっと怒っております。怒ってます。ちょっとお話ししていただいてもよろしいでしょうか、お二人さん。はい、いいですか、よろしくお願いします。はい、ですね、あのその日の私服がですね、はい、ペイちゃんと私がちょっと似た服を着ていまして、そうね、なんかスカートがね、そう、チュールスカートがグレーで、そうそう、お揃いじゃんみたいな感じで話してたのよね。はいはい、で私はあのお腹のスカートのところにクラッカーを準備してまして、はい、なこちゃんにバレないようにここでお腹に力を入れてね、落とさないようにしてたんだけどね、はい、大事、腹筋大事。でもそこで、あれ今日二人スカート似てないって言われたことで、そうそうそう、はい、ちょっとテンションが高まっちゃいまして、ね、上がりましたね。どうなったんですか。おそろっち、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 やってたらですよ、はい、やってましたね。やってたら、私のね、クラッカーが落ちちゃいましてですね、はい、あれ、はいはい、なこちゃん目の前にいるんですよ。あれどうなったんですか、それで。私はもうなこちゃんの顔をガン見して、絶対に視線をね、外させないようにしてたんだけど、でスカートで落ちたクラッカーを隠してたの、はい、でも私自分でクラッカーがどこにあるか見えてなくて、うん、全然違うところに落ちてたわけ、はい、そう、丸見えなの、そう、青色の、青いレンチャンカラーのクラッカーを、ね、準備してたんだけど、うんうん、でなこちゃんもうね、その瞬間にもうなぎちゃんの床にひれ伏ってもうずっと全力土下座よ。申し訳ございませんでした。だからそれ見て周りにいた人が、うん、何やってんの、何やってんの。でもう私はもう爆笑。おそろっちじゃないよ、おそろっちだよってね、もう本当に
そういうちょっと事件がありました。しました。いやほんなこちゃんすいませんでした。申し訳ございませんでした。なこちゃんはね気を使ってやったー全然知らなかったーって言ってくれてたんだけど、ね、優しいわ、おそろっち、おそろっち、今後おそろっちはやらないでください。わかりました。すいませんでした。なこちゃんごめん。そんな事件がありましたというお話でした。はい、はいはい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースターミエラ結ヶ丘女子高等学校ラジオかっこかりレッツスーパースタート。